今日はこのロケットリーグがどんなゲームか解説していくよ。俺もまだよくわかってないから、ありがたいよ。ロケットリーグは2000円ぐらいで買えるゲームで、スイッチ、PS4、Xbox、パソコンでできるよ。スイッチでできるのは結構いいね。ゲームの内容について解説していくよ。ロケットリーグは、スポーツで例えると、サッカーに似ていて、真ん中にあるボールを相手のゴールに入れた数が多ければ勝ちだよ。要するに、ボールを相手のゴールにずーっとすればいいんだね。超、エキサイティングだね。そういえば、サッカーに似てるってことは、11人でチームを組むの？いや、さすがにそれは多すぎるから、1人から4人まででチームを組めるよ。へぇ。次は、試合の細かいところを解説していくよ。試合などでは、ブーストが使えるようになるよ。ブーストを使うとスピードが速くなってるね。このブーストは使い方を工夫すればいろいろな技に使えて、その中でも一番使う技がエアリアルといって、空中のボールに触るために使えるよ。おお、本当に飛んでるね。でもこのブーストは無限に使えるわけじゃなくて、試合とかだとどんどん減っていっちゃうよ。じゃあ使えなくなっちゃうの？いや、そういうことではなくて、スタジアムのいろんなところにブーストが回復する場所みたいなのがあるよ。ブーストを取りに行ったりしてる間にシュートされないように注意だね。まあ、これぐらいのことを知ってれば、ロケットリーグの動画を見てても楽しめるよ。